兄様の罪は一の罪。ついに来たか、兄者。イチ、貴様は逃げろ。嫌です。イチ、長政様と一緒に行く。勝手にしろ。怪我をしても知らんぞ。なぜこんなことに。兄様、突如として朝倉氏のもとに攻め入った織田信長。虚説あるべし、長政。世に背を向けるか。私と朝倉を裏切ったのは兄者だ。絶望がついに来てしまった。ありがとう。橋を上げろ。橋を上げなさい。侵入を許してはなりません。イチ、貴様逃げろ。いくら兄者とて妹は殺すまい。そうしたら長政様は。迂回しましょう。
家様に祈っとくんだった。はい、ここは雨川に二つの穴が振られたし、ありがとう。長政様、兄様に謝ろう。謝って許してもらおう。何が言うとは、義に背いた者に許しを問うとは何事だ。お二方、姉川の流れに血に染まろう。